ストーンサークル。ストーンサークルは、石を環状に配置した古代の遺跡である。環状列石、環状石ひもろぎ、環状石里とも言う。イギリスには巨石を使ったストーンサークルが多数あり、ストーンヘンジもストーンサークルの一種である。陰謀五族とカラゴ派に関連するアファナシェボ文化では、ストーンサークルを伴った墓格が見られる。 世界遺産に登録されたアフリカのセネガンビアの環状列石では一部で発掘調査が行われており、その結果8世紀から12世紀にかけての排斥規模であることが判明している。環状列石は長径30から40メートルの隅丸方形に排斥した遺構である。一番外側に二重、三重に河原石を缶に並べた外体と多くの場合、その中心に 内帯がある。内帯の内側は直径5メートル内外の方形、または円形の広場ができている。これらの排斥のもとに墓穴があったり、石列の間に瓦化棺があることが多い。そして、管になっている石の一部が途切れ、幅2から3メートルの通路ができ、両側に石が並び外に続いている。以上のような環状列石が日本においては、 現在までに主に青森県と秋田県北部、北海道では、お島半島を中心に東北を除く道内各地に検出されている。血縁、遅延を持った士族の連合が40から50キロメートルほどの距離を置いた領域を占有し、その中心に祭りの場を築造したのではないかと考えられている。この遺跡が日本で初めて公表されたのは1886年。 明治十九年小樽市のおしょろ環状列石である。東北地方から北海道にかけてのストーンサークルは、縄文時代中期後半から後期にかけて作られている。大きさは、直径三十メートル以上のものと、直径十メートル以下のものがあり、大きいものは、祭祀の場として作られ、小さいものは、縦穴住居の周囲に石を置いたものが多い。直径がメートル以上のものは、 まず、縄文時代中期の終わり頃に、現在の静岡県、山梨県、群馬県付近で作られる。続いて、縄文時代の後期前半に、秋田県北部や青森県、北海道西南部で作られる。同じ頃、岩手県では石を直線状や古状に並べるものが作られている。排斥以降は、縄文中期後半から後期になると各地で築造され、日本各地で 発見例が増えてきている。現在までのところ最も古いと考えられているのは、長野県諏訪郡原村にある悪遺跡の排斥で、縄文時代前期のものと推定されている。ドルメ面が多いが、大分県には人間の背丈ほどの面ヒルを感情に並べたスケ、他境遺詞がある。秋田県鹿野市には国の特別史跡である大湯感情列跡がある。これは、 野中道環状列石と万座環状列石の大きな二つのストーンサークルで構成されており、このうち万座環状列石は日本最大のストーンクルである。大湯環状列石の周囲には建物跡がある。近くには構造が似ている一本目ごろ遺跡があり、これは墓であることが調査によって明らかになっている。このため、大湯環状列石も 母軍とそれに付随する祭祀の場であると推測されている。大湯環状列席には日時計上組石があり、環状列席中心部からこの日時計中心部を見た方向が、下死の日に太陽が無方向になっている。同時に、野中道環状列席から万座環状列席を見た方向もその方向になっている。青森県青森市の国の史跡小牧屋遺跡の ストーンサークルは細長い石を縦横に並べる独特な石の組み方をしており、これは小巻屋敷と言われている。直径2.5メートルの中央帯、直径29メートルの内帯、直径35.5メートルの外帯の三重の輪のほか、さらに外側に一部良いとなる古城列石や直線上列石、直径4メートルの環状列石などがあり、 直径は55メートルに及ぶ。小木屋遺跡では、人が死ぬと、最初に土葬をして、次に肉が腐ると骨だけを、亀缶土器に入れて再装した跡が残っている。土葬用の穴が50機に対し、再装用の穴が3機しかないことから、再装は有力者のみが言ったと思われている。秋田県北秋田市の伊勢堂大遺跡には3つの、ストーンサークルがある。 ここにもストーンサークルと少し離れた場所に火、時計上組石があって、ここから一つのストーンサークル中心部を向いた方向が、下地の火に太陽が沈む方向になっている。伊勢道大石も、母軍を中心とした祭祀の場である。ここには小木屋敷石組もあり、大湯敷の火時計上組石と共存することで、注目された遺跡である。その他、東北地方には、 青森県広崎市の大森勝山環状列席、青森県日向川市の大志森環状列席、岩手県滝沢市のゆるね沢環状列席、岩手県八幡大市の釜石環状列席などがある。これらはいずれも、縄文時代前期から中期に、遠藤土器文化圏に属した地域に所在する。道内では、お島半島、日本海側から、オホーツク海側にかけて、 ストーンサークルが検出されている。例えば、お島管内森町の足の軌跡、尻辺市管内小樽市の大所路環状列席、自鎮山環状列席、余市町の西崎山環状列席など、また石狩川上流から中流域では、空地管内深川市の男環状列席、旭川市のカムイコタンストーンサークルなどが挙げられる。このうちお所路環状列席は、 日本の高古学史上において、初めて学会にて報告された、ストーンサークルであり、2番目に発見報告された、オトゴー環状列席と共に、国の史跡に指定されている。ワシノキ遺跡は、同自動車道の建設中に発掘された。その後の調査で、国の世界遺産暫定リストにも名前を挙げられるほど、貴重であることが分かったため、 遺跡の真下にトンネルを通すことで開通に至った詳細は道自動車道を参照2005年に札幌市南区に所在するまこまない滝の霊園内にストーンサークルを模したモニュメントが設置された周辺のモアイ群像や石仏と共に一種の観光地化され札幌市中心部から離れているものの自家用車などで訪れる観光客が多い 群馬県安中市にある天神原遺跡は、5、番期に属し、廃石墓、土坑の内側に長方形や楕円形に石を組んで、作られているの上に、環状列石が並んでいる。その周辺の溝には、掘ったて柱建物や石防祭祀の跡が見られ、その外側に、衆みが巡らされ、その衆みの外側に住居が建てられている。東京都町田市の田畑遺跡にも、 縄文中期のストーンサークルがある。この遺跡の石柱を結んだ線は当時に太陽が沈む、方向を向いている。また、群馬県安中市の野村遺跡では当時には、妙義山に太陽が落ちる。縄文中期抜用の静岡県富士宮市、選挙遺跡と山梨県鶴市、牛石遺跡には、環状列石と排石遺構が見られ、富士山周辺の最新遺跡として注目されている。 和歌山県海南市の溝の口遺跡では、縦穴住居の他にストーンサークルが見つかっている。ストーンサークルの密集域が、遠藤土器文化圏、東北北部と重なっていること、遠藤土器は、両河文明と関連していること、両河文明と関連する三内丸山遺跡からも、ストーンサークルが発見されていくことから、日本にストーンサークルをもたらしたのは、焙煎色体。 ハプログループ N に属すウラル系量が文明人と考えられる。ただし、ウラル系民族に環状列石を作る文化は元来なく、東アジアに環状列石を伝播させた集団は Y 染色体ハプログループ R1 ビットに属す集団と考えられる。彼らはトカラゴ派の担い手としてアルタイ地域まで到達していたことが明らかとなっており、アファナシェボ文化では、 ストーンサークルを伴った、破格が見られる。その文化が闘進して、龍河文明に入り、ウラル系龍河文明人を介して、日本にもたらされたと考えられる。秋田県に多い JC ウイルス e u a にタイプも、この流れと共にもたらされた可能性がある。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。